脱走シュペルミステール B2 イスラエル空軍博物館の展示機シュペルミステールはフランスの脱走ブレゲー社が開発した戦闘機である。ミステール 4B をもとに開発された機体でヨーロッパ初の実用超音速戦闘機であった。ミステールの名前がついているが全くの別機であり、抗体角45度の抗体翼を持つなどアメリカの海マイナス100スーパーセーバーとよく似た。 外観を持っていた。試作機、シュッペルミステール B1 は1955年3月2日に初飛行し、翌日には水平飛行で音速を突破した。1957年から量産型シュッペルミステール B2 がフランス空軍に収益を開始したが、その直前により、高性能のミラージュ3が登場したため、生産機数は180機に止まった。 フランス空軍では1977年まで現役であった。フランス以外ではイスラエルに輸出され、サールと呼称され中東戦争において空中戦や地上攻撃に活躍した。1958年に最初の24機がイスラエルに輸出され、1963年に12機が追加導入された。36機のシュペルミステール B には、初オール空軍基地の 第105飛行隊において集中運用された。1967年の第三次中東戦争では、シリア空軍のミグ -212 機を含む計16機を撃墜したが、9機のシュペルミステール B2 が失われている。第三次中東戦争の後、1969年から1973年にかけて第105飛行隊に残っていた計26機の シュペルミステール B2 のエンジンを A-4、スカイホークと同じ J52 へ換装する回収が行われた。これらの回収機は同軍で運用されている A-4 スカイホークと同様にエンジン廃棄口を後方に延長する回収を受けているため外見からも識別可能である。1973年に発生した第4次中東。 戦争時点においては22機のシュッペルミステールが運用可能な状態であった。この戦争で6機のシュッペルミステールが失われた。イスラエル空軍のシュッペルミステール B には1975年に退役し、1976年に12機、1979年に追加で4機がイスラエルからホンジュラスに売却された。ホンジュラス空軍は、 シュペルミステール B2 を1996年まで運用していた。ありがとうございます。